津城市にある、東道高虎像。東道高虎は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、伊予今治藩主、後に移設藩の初代藩主となる、東道家宗家初代。何度も、主君を変えた、戦国武将として知られる。追記技術にたけ、宇和島城、今治城、篠山城、津城、伊賀上野城、ゼゼ城、二条城などを築城し、黒田吉高、 加藤清正と共に名人として知られる。高虎の築城は、石垣を高く積み上げることと堀の設計に特徴があり、石垣の反りを重視する加藤清正と対比される。工事2年1月6日、大見国犬上郡東道村の土豪、東道虎高の次男として生まれる。東道氏は、先祖代々在地の少領種であったが、戦国時代にあって没落しており、 農民にまで身を落としていた。幼名を与吉と名乗った。はじめ大御国の戦国大名、浅井長政に足軽として使え、元気元年の姉川の戦いに参戦して、手級を取る武功を挙げ、長政から感情を受ける。天正元年に、小谷城の戦いで、浅井氏が織田信長によって滅ぼされると、浅井氏の旧臣だった、厚地定行、ついで同じく、 朝石九神の磯野和正の家臣として使えた。やがて、大御国を去り、信長の老い、織田信須の家臣として使えるも長続きしなかった。このように士官先を転々として、流浪生活をしている間、無線飲食をしたという話も残っている。天正四年に信長の重臣、橋場秀吉の弟、秀長に三百国で使える。明智光秀の丹波攻めにおいて、 旗の方の大戦場を落城させ、有力黒人の長沢氏を打ち取るという大きな選考を挙げたが、低評価だった。高虎の活躍のおかげで、表情軍の赤石や旗の高し高の支援を遮断することができた。大戦場落城後に金山城が築城されたためである。こうして八条城城主、旗の修士が、焦燥に降伏し八条城合戦は終わりを告げた。天正九年には、 田島国の土豪を打った功績により三千国の所領を加用され、鉄砲大将となった。秀長の下では中国攻め、静ヶ岳の戦いなどに従軍する。静ヶ岳の戦いで、佐久間森政を銃撃して敗走させ、戦勝の端緒を開く、抜群の戦功を上げたため、千三百国を加用された。天正十三年の奇襲聖伐に従軍し、十月に湯川忠しれを降伏させ、 山本主前を切った。また、秀長の命令で、最下党の鈴木主芸を暴略で自害に追い込んだと言われる。戦後は、木の国小川に五千国を与えられ、猿、岡山城、和歌山城の築城にあたって、不信奉行に任命される。これが高虎の最初の築城である。同年の四国攻めにも功績があり、秀吉から五千四百国を、さらに加造され、 一万国の大名となった。方向時代仏殿建設の際には材木を熊野から調達するよう秀吉から命じられている。天正十四年、関白となった秀吉は、秀吉に越見するため上落することになった徳川家康の屋敷を樹落台の庭内に作るよう、秀長に指示。秀長は、作事奉行として高虎を指名した。高虎は渡された。 設計図に警備上の難点があるとして、独断で設計を変更。費用は自分の持ち出しとする。後に、家康に隠蔽され、設計図と違う点を尋ねられると、天下の武将である家康様にご不慮があれば、主人である秀長の不意気届き、関白秀吉様の面目に関わると存じ、私の一存で変更いたしました。ご不況であれば、ご容赦なくお手打ちくださいと返した。 家康は高虎の心遣いに感謝したという。天正十五年の九州征伐ではね、白坂の戦いで、島津軍に攻められた宮部慶順を救援する活躍を見せて二万国に、加造される。この選考により、秀吉の推挙を受けて、正護位した沢渡守に上任する。天正十七年、北山一騎の鎮圧の拠点として、赤城城を築城した。また高虎によって、 多数の農民が、旅び子峠で残首された。当地では、行たら戻らぬ赤城の城へ、見捨て所は、たびら子者と、処罰の厳しさが、歌となって残っている。天正十九年に、秀永が死去すると、おいで養子の豊臣秀康に仕え、秀康の代理として、翌年の文禄の役に出生している。文禄四年に、秀康が創生したため、出家して、高野山に登るも、 その詳細を惜しんだ、豊臣秀吉が、伊古町かに説得させて召喚したため原則し、五万国を、加増されて、伊予国番島七万国の大名となる。慶長二年からの慶長の役にも、水軍を率いて参加し、漆川領海戦では、朝鮮水軍の武将、元仁市率いる水軍を殲滅するという武功を挙げ、南原城の戦いと、明了海戦にも参加し、帰国後に、 大須城一万国を加増されて八万国となる。この時期にいた島丸区市城の大規模な改修を行い、完成後に、宇和島城に改修している、朝鮮の官僚、京広市を捕虜にして、日本へ移送したのも、この時期である。関ヶ原の戦いの東道高虎、京国高知寺に後慶長三年八月の秀吉の死去直前から、徳川家康に接近する。高虎はもともと、 家康と信仰を有しておりとよとみの家臣団が武断派、文字派に分裂すると、高虎は徳川家康側に組みした。慶長5年、家康による合図征抜に従軍し、その後の川戸戦の戦いに参戦する、9月15日の関ヶ原本戦では、京国高地と共に、大谷義継隊を相手に戦闘を行った。また、留守中の伊予国における、 毛利リテル元の作動による一揆を鎮圧している。さらには、木坂カヤや小川助ただ、くつきもと綱、赤ざなおすらに対して、東軍への寝返りの調略を行っている。戦後、これらの軍港により、家康からはそれまでの宇和島城八万国の安土の、ほか新たに、今治城十二万国が加増され、合計二十万国となった。これにより、高虎は、新たな居城を、 今治城に定めて、改築を行い、上島城には、高虎の重帝東道義勝が城代として置かれた。東道様お国入港列府藩が、伊賀文化産業協会像その後、高虎は、徳川家の重心として使え、江戸城改築などにも、功を挙げたため、慶長13年に、伊賀上の藩主、筒井貞地の海域と伊節藩主、富田信孝の伊宇上島藩への天保で、 今治城周辺の落ち軍二万国を飛び地とし、伊賀国内十万国、並びに伊勢あの軍、一市軍内十万国で、計二十二万国に数を違法され、津藩主となる。今治城は、高虎の養子であった、東道高義を城代として治めさせた。家康は、高虎の際途中儀を高く評価し、戸様大名でありながら、不代大,大名格として徴用した。 慶長19年からの大阪冬の陣では、徳川方として参加する。翌年の大阪夏の陣でも徳川方として参戦し、自ら河内方面の戦方を志願して、八尾において豊富方の長祖壁森地下隊と戦う。この戦いでは、長祖壁軍の猛攻にあって、一族の東道義勝活や東道後継を、はじめ、600人余りの死傷者を出している。戦後、 その功績により、伊賀国内と伊勢鈴鹿軍、秋軍、三重軍、一志軍内で5万国を加造され、計27万国になり、同年ウルー6月には、14下に承認した。しかし、この戦いで、独断戦攻を行った家臣の渡辺良と衝突、決別している。高虎はこの戦いの戦没者供養のため、南禅寺三門を再建に消失していた。 釈迦三尊像及び十六羅漢像を造営。安置している。梅原武氏によれば、この釈迦如来像は岩倉に座し、宝冠を被った異形の像であり、高虎もしくは主君である、徳川家康の遺言を象徴しているのではないかという。また、上皇寺の今の縁側で、八尾の戦いの首実験を行ったため、縁側の板は後に、廊下の天井に張り替えられ、血天井として現存している。 家康死去の際には枕元にはべることを許され、家康没後は第二代将軍、徳川秀忠に仕えた。元那三年新たに伊勢渡来軍たまる城五万国が数をされ、弟正隆が下宇佐国で配慮していた三千国を津藩領に編入し、これで津藩の国高は計三十二万三千国となった。なお、たまる五万国は現那五年に和歌山城に、 徳川頼りが違法されてくると、奇襲藩領となり、東道家には、返地として、山和国と山城国に五万国が与えられた。現画六年に秀忠の御女、和子が受胎する際には自ら志願して、梅払い役を務め、宮中の和子受代反対白毛の前で、和子姫が受胎できなかった場合は責任を取り、御所で切腹すると言い放ち、強引な手段で押し切ったという。寛永四年には、 自分の敷地内に上野東照宮を建立している。一方で内政にも取り組み、上野城と津城の城下町建設と地方の農地開発、自社復興に取り組み、反省を確立させた。また、幕府の命令で、道の区合図藩と佐抜高松藩、肥後熊本藩の貢献を務め、家臣を派遣して、反省を取り行った。元那九年頃から顔病を患っており、 寛永七年に、ついに失明してしまった。同年十月五日に、江戸の東堂判定にて死去。去年七十五、死因は不明だが、不審の際に水に浸かったため、喉を痛め切りをしていた。それで気境意を煎じて飲ませたというカルテが残っている。あと、長男の康子が継いだ。養子の高吉は、康子の家臣として使え、後に、いがらばりに転を、分家を起こした。墓は、 東京都台東区上野恩賜公園内の鑑賞院。また、三重県津市の鉱山神社に祀られている。屋敷は東京都千代田区寛大住町他にあった。身長は六尺二寸を誇る大男だったと言われている。高虎の体は玉傷ややり傷で隙間なく、右手の薬指と小指はちぎれ、左手の中指も短く爪はなかった。左足の親指も爪がなく、 満身創意の体であり、75歳で、高虎が死去した際に若い金字が意外を清めて、驚いたと言われている。慶長の役において、加藤義明と子を競い、仲が良くなかった。高虎の領地が、今治藩、義明のそれが、伊予松山藩と隣接していたことも事情にあるとされる。別の話もある。道の区合図藩主のガモウが死し,しなく解役された時、徳川秀忠は高虎に、 東北洋商の地である合図を守護させようとした。しかし高虎は、私は、老齢で遠方の守りなどとてもできませぬと辞退した。秀忠は、では、泉は、誰が良いと思うか、と質問すると、伊予の加藤自重伝ですと答えた。秀忠は、そちは、自重と不仲だったのではなかったか、と尋ねた。当時の吉明は、伊予二十万国の領主で、 国が絵がなれば40万国の大衆になり30万国の高虎より上になるためでもある。しかし高虎は一婚は指示でございます。国家の大事に指示など無用、捨てなければなりませぬと答えた。後に、これを聞いた吉明は高虎に感謝して和解したという。講談、浪曲、東道高虎、出世の白ちでは、厚地氏の元を出奔し浪人生活を送っていた。 若き日の高虎が空腹のあまり、三河吉田塾の吉田屋という餅屋で三河餅を無線飲食し、そのことを、店主の吉田屋彦兵衛に正直に白状して謝罪した。だが彦兵衛に、故郷に帰って、親孝行するようにと悟され、路銀まで与えられる。吉田屋の細君もたまたま、大見ので出会ったという。後日、大名として出世した高虎が、参勤交代の折に立ち寄り、 持ち代を返したという人情話が伝えられている。ちなみに高虎の旗差し物は三つ持ち。白持ちは白持ちに引っ掛けられているとも言う。高虎は死去する五年前に着死の工事に対して遺言を残している。わかりやすく言えば人義霊智心一つでもかければ諸々の道は成就しがたいである。高虎は人の上に立つ人間には如くが絶対不可欠であり。 これを心に今しめて工事に、文武両道に励むように求めた。ただ当時はすでに太平の世であるため、戦国を経験した者から詳しく聞いて指針に、するように述べている。他に、方向の道に油断なく励むこと、人の意見はよく聞いて、常に良き友人と語り合い意見してもらい、身分の上下を問わずに良き意見は用いること、人をもてなす場に遅刻しないこと、 長崎はしてはならないことを述べている。特に方向の道は厳しく説いており、主君がお尋ねの折には、直ちに参上せよ。毛病と偽るなどはもってのほかで、気ままな心持ちであってはならぬと今しめている。他には、年貢に携わる大官の報告もよく聞き、年頃に飯使うこと、戦いにおいて兵楼、玉役が続かなければ、長人もかなわないので、侍と実務の大官は、 車の両輪のように思え、武家として鉄砲、弓、馬以下の過食を忘れてはならず、所持には憐憫の情をかけることなどを悟している。その上で最後に、自分は小物から苦労して今の地位を得たことを考えれば、これくらいの遺訓を守ることは苦労ではなかろうと工事に釘を刺している。小説学曲書籍資料、ありがとうございます。